どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日はですね、お散歩中にワンちゃんを横につけて歩かせなければいけないのっていう質問があったので、まずね、いいか悪いかっていうことじゃなくて、まずね、なぜ隣について歩かせるかみたいなことからちょっとね、話をしていこうかなと思うんですけども、あとね、それが練習としてまあできるっていうか、やりやすい時とやりにくい時があるんじゃないかなと思うので、ぜひね、皆さんもね、一緒に考えながらやっていただけたらいいんじゃないかなと思っております。まずですね、ワンちゃんがお散歩の時に横につけた方がいいよってよく言われる理由って、まず何かなっていうと、まあ、ワンちゃんがあんまりにも前にいたりとか後ろにいたりとか自由にやってると、一つとしては危ない、まあ、人もワンちゃんもやっぱり安全第一だよねって考えたりすると、まあ、もちろんワンちゃんたちも人が好きな子たちばかりではないわけですよね。苦手な子たちもいます。なので、ある程度人がちゃんと管理できるところにいた方がいいよねっていうのはあるんじゃないかなと思ってますね。隣につけておけば何かの時に、まあ、人の方でも制止が効きやすいみたいなのはあるんじゃないかなと思っていて、でただね、ワンちゃんたちからすると、じゃあ隣にぴったりついたお散歩っていうのは、まあ、本当にそれってできるものなのみたいなところですよね。で基本的にはワンちゃんたちの中でも、まあ、お隣にいる、もしくは引っ張らないとかっていうのが、まあ、難しいっていう状況もあるんじゃないかなと思っていて、まず一番大事なところで見なきゃいけないところっていうのは、ワンちゃんたちからするとお散歩を引っ張る理由っていうのがあると思うんですよね。例えばすごい楽しい、何か嗅ぎたい、体動かしたいとかで、ある程度それが強く出すぎちゃうことによって、まあ、人がコントロールできないぐらい引っ張っちゃうよねっていうのが起きてるんじゃないかなと思っていて、でまずしつけとかトレーニングの問題の他にいろいろあるんじゃないかなと思うのが、まず一つ目として、ワンちゃんがしっかり運動を取れてるかどうか、まあ、これをねチェックしていただきたいと思います、ね、遊んだりとかコミュニケーション取ったりとか、お散歩の時間が短かったりすると、まあ、比較的にワンちゃんたちからするとお外出た時に走ったりとか、何かストレスの発散をする時にそっち側に強く偏っちゃうよねっていうと、まあ、そのせいでね、お散歩の引っ張りが強く出ちゃったりするっていうことは結構あるんじゃないかなと思いますので、私たちだとね、隣につけようっていうことを考えちゃうことが多いんだけど、隣につけようっていう前にワンちゃんたちからすると、まあ、歩いてお散歩してて気持ちいいよねっていうのを感じられるぐらいにしとくのが一番いいよねと思っていて、運動が足りなければもちろんワンちゃんたちが走りたいとかね、何かしたいっていう欲求が強く出ちゃったりすると、私たちからするとおとなしくゆっくりお散歩したいよねっていうことに付き合えるだけのね、やっぱりワンちゃんの中にゆとりがないといけないよねって考えていくと、まず大事なことっていうのはしっかりと発散をさせてあげるっていうことが大事になってくるんじゃないかなって思っております。2つ目にですね、ワンちゃんとのお散歩っていうのを、私たちもワンちゃんが元気いっぱいの時に連れていく、まあ、お散歩ってなんかエネルギーの発散みたいなイメージがあるじゃないですか、ね、でも実際はいいお散歩って、私はワンちゃんがちょっと疲れてる時じゃないと教えられないよねと思っていて、仮に例えば隣についてるとかお利口にしてくれること、いいことだよねって伝えていくにしても、ワンちゃんたちがどうやったら人の隣をゆったり歩いてるのを心地よくお互いにいいねって感じてくれるかなってなってくると、ワンちゃんがなんとなく人と一緒に歩いて気持ちいいね、それだけ運動ができていて落ち着いてる状況を作っていくっていうことが非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんにもね、気をつけていただきたいのが、一緒に歩くときに一緒に歩いてるペースに合わせてワンちゃんもね、心地よく感じてくれてるかなみたいなところってすごい大事だよねと思っていて、私たちってついついね、ワンちゃんがお散歩で引っ張った時にね、声かけるとか、いけないよって教えていくとか、でその時におやつで隣に戻したりするみたいな、なんかワンちゃんたちが引っ張れば引っ張るほど人のアプローチって増えていくよねってなるけど、いい子で歩いててもなかなかね、声かけてもらえないし、お利口だねっていうことって少ないんじゃないかなと思いますので、大事なことはね、人の近くにいた時に、褒めてあげたりとかね、声かけてあげたりとか、それによってお散歩の時もね、人を気にするようになってくると、だいぶね、お散歩自体も変わってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、そんな風に考えていただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、まあ、お散歩以前の問題で、やっぱりワンちゃん自身がね、何か抱えてる問題があってって考えてあげる方が自然かなと思っていて、で私たちもね、したいお散歩理想ってあると思うんですけども、でもワンちゃんたちからすると今ものすごくお散歩引っ張って行っちゃうだけの理由がちゃんとあるんじゃないかなと思いますので、そこをある程度ね、私たちが組んであげないと、ワンちゃんに一方的に我慢して合わせてっていうのは非常に難しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、
しつけやトレーニング以外のところでもね、何かワンちゃんの中でもしかしたらしたいこと、付き合ってほしいこと、人に気づいてほしい、なんかそんなことがあるんじゃないかなと思いますので、もちろんねトレーニングをすることも大事なんだけども、それ以外にですね、実はうちの子なんでこんなにお外だと元気いっぱいなのかなっていうところを見てあげて、できないことはしょうがないんですけど、できるところからやってあげて改善目指してみてはいかがでしょうか。